さあ始まりました、小川沙羅の沙羅回し。お願いします。いやもうなんかすっかり秋になってしまいました。沙羅回しもなんか気づけば今日で第6回目なんですけど、どうなんですかね、回せてきてますか、どうですか。あ、丸っていうことで、自信を持って今日もやっていきたいと思います。で、今回はですね、今日はちょっと映画に関わる方々がゲストでこの後来てくださるということで、ちょっとオープニングトーク、映画館についての話をしたいということで、題して沙羅の思い出映画館。あ、ちょっと間違えました、もう一回言ってもいいですか。題して沙羅の思い出ミニシアター。はい、ということでちょっと今ミニシアターの話をしたいなっていうことなんですけど、コロナのその自粛期間を経て、やっぱりちょっとミニシアターが今座席数が減ったりとか、なかなかうまく回せてないところもあるんですけど、でもやっぱりすごく素敵な場所なので、ぜひ私の思い出がある場所を3つご紹介したいなと思って今日は選んできたので紹介します。では1つ目、じゃん、目黒シネマ。これはJR の目黒駅から徒歩5分ぐらいのとこですかね、そこら辺にあるんですけど、私が高校生の時に女優業を始めて、で映画をなんかちゃんと見始めた時に一番通ってた場所でして、2本立てでいろんな映画が見れるんですけど、特に例えば犬堂一新監督とか岩井俊二監督とか市川淳監督とか、なんかその辺の邦画の監督の作品をすごく見れる場所だなっていうことで、まあ私も日本で女優業やっているので、そういった監督のものをたくさん見たいってことでここに通っていました。高校生だったので安かったっていうのもあるんですけど、でここの特色といえば、結構売店でなんかそのやってる映画に合わせて売ってるものを変えてるんですね。例えばインド映画特集だったりしたらカレーパンが売ってあって、カレーパンを食べながらそのカレーのシーン見たりとかできるみたいな、とかあと河瀬直美監督のアンとかをやってた時はどら焼きが置いてあって、どら焼き食べながらどら焼きの映画を見るっていう、なんかすごいある意味 4DX 的ななんかことができる映画館だなって私は思っているんですけど、そんな素敵な企画をやってくださってるいい場所ですので、ぜひ行ってみてほしいと思います。続きまして、じゃん、池袋の新聞芸座です。ここでの思い出はですね、私が大学生の時にトビー・フーパー のオールナイトをやっていまして、悪魔の生贄とか、まあ、すごいスプラッター系の映画を真夜中にこう大学生の友達とみんなで見るみたいな思い出があったんですけど、その時初めて行きまして、もうなんか異様な真夜中にわざわざ人がこう集まって血しぶきを見るみたいな異様な光景が私に すごい新鮮で楽しかった思い出がありまして、で最近もエリック・ロメールのフランスの監督の特集をずっとやってたんですけど、それをたまたま時間があったので私全部見れまして、でそれを8本新聞芸座に入り浸って見たりとか、なんかそういうすごく海外の巨匠の作品とかをこう定期的にオールナイトとか企画上映でこうやってくれてるところだなって思ってるんですけど、すごく今もいい特集たくさんやってるのでぜひ行ってみてください。そして最後、じゃん、やっぱり私は早稲田松竹ですね。ここはもう本当にいろんな思い出があるんですけど、例えばここでもオールナイトで石井岳龍監督、石井壮吾監督のオールナイトをやってたことがあって、その時見た逆噴射家族っていう今日のちょっと ATG の話にもちょっと通じるところがあるんですけど、逆噴射家族とか、まあ、あと普通に昼間の特集上映ももう何回も行きましたし、大学からちょうど高田馬場の駅まで歩いていく途中に映画館がありまして、でそこでいつも今この特集やってるから行ってみようとか思ってフラッと行ったりとか
して、すごく楽しかった場所ですね。あと学生時代に授業で作っていた最後の星っていう作品があるんですけど、それもここで早稲田の作品だからということで特集でかけていただいて、なんか思い出のある場所で自分の作品がかかったっていう、すごいエモーショナルな感じも覚えています。ここも素敵な場所なのでぜひ行ってみてください。はい、ということで、もうまだまだたくさんおすすめのミニシアターいっぱいあるんですけど、今ちょうどセーブ・ザ・シネマっていう団体さんでミニシアターのための活動をたくさんされていて、スタンプラリーとか、なんかミニシアダックスフンドのミニシアちゃんっていう可愛いキャラクターがいるんですけど、それのスタンプを集めてステッカーがもらえたりとか、なんかそういう試みもいろいろやってるので、ぜひいろんな楽しみ方をしに行ってみてほしいなと思います。ということで、今日はそんなきっとミニシアターにもたくさんゆかりのあるゲストがお二人来ていただいていますので、ご紹介します。元廣克幸監督と映画プレゼンテーターの赤ペン滝川さんです。お願いします。本日のゲストは元廣克幸監督と赤ペン滝川さん。元廣克幸監督は踊る大捜査線シリーズやサマータイムマシンブルースなど数多くのヒット作を手掛けた日本を代表する映画監督です。説明の必要はないですよね。赤ペン滝川さんは映画プレゼンターとして活躍中、さらに俳優滝川英二としての一面も持っているんですよ。そして以前サンジェルマン伯爵は知っているで2度ご出演していただきました。ということで、今回は映画愛あふれるお二人とお送りしていきたいと思います。今回は映画ビューティフルドリーマーっていう作品、私が主演させていただいて、元廣監督の、はい、で赤ペン滝川さんも出演されてるっていうことで、そのつながりで来ていただいたんですけど、はい、そもそもこの番組小川さらの皿回しっていう番組なんですけど、一体どんな番組だと思いますか？やれること限られてますからね、この状態で。そうですね。ねえ、どういう皿回し？はい、一応皿回しっていう、タイトルをつけていただいてるので、皿が回す番組ってことで、皿回しっていうことらしいんですけど、サラちゃんが皿を回すって直接的なものではないではないですね。一応トークをゲストをお呼びして回していこうっていう気持ちではあるんですけど、じゃあこっちはそう気にしなくていいんだよね。回されてればいいと思う。本来はそうなんですけど、ちょっと私もまだ6回目でなかなか回しきれてるか微妙なところがあるので、ちょっと一緒に楽しくトークできたらいいなっていうのを前回実はイラストを、そのなんか皿回しをイメージしたイラストを描いてくれという依頼をいただいて、今ちょっと後ろに申し訳程度にちょっと置いてあると思うんですけど、皿回してる、はい、私がギリギリ回してるっていうイメージのイラストを描いたはいいんですけど、なんであんな端っこに今貼ってあるのかなっていうせめてセンターに置いてくれればいいのにね。そうですよね、ちゃんと貼るなら貼るで、貼らないなら貼らないでって思ったんですけど、なるほど、なんかすごくさりげなく置いてある。でもこれもちょっと皿回しらしいかなとは思います。非常に可愛らしい。なんか気にはなってたんですけどね、はい、あれ。そうですよね。僕は気にもなってなかったですよ。貼ってある位置が全然気づかなかった。触れていいのか微妙な位置に貼ってありますよ ね。多分カメラで見るとピタッとこう、そう抜けてるんでしょうね、きっと ね、 きっとね、はい、あんな感じで回してますっていう番組です。はい、ということで今日集まっていただいたんですけど、はい、お二人はそもそもどういう出会いなんですか？出会い、出会いで言うと元廣監督が、見に来てくださっていた舞台に出ていたとかっていうのが多分何回かあって、それで、警視庁捜査資料管理室っていう、ドラマを立ち上げる時に呼んでいただいて、仕事は初めてその時やってた。はい、2年前ぐらいですね。そうですね、一緒にお仕事をさせていただいた。そうなんです。滝川さんって若い頃はめちゃめちゃかっこいい役者さん、はい、いや今もかっこいいです。チェルピッチとか出てた。あ、そうなんですか。名作の3月の5日間か。チェルピッチをご存知なんですね。あ、知ってます。知ってますよ。恐ろしいな。チェルの最初の3月に出ててめっちゃかっこよかった。ええー。ヨーロッパツアーとか行っちゃったもんだって。
今こんな有様ですけど、ね、すっかり赤ペンがねフィットする男になってしまいましたけれども、ね、あの映画にもね赤ペンと一緒にそうですもうこの姿のまんまご登場されてますね。そうですもうその件に関してはもうだいぶ言いたいことたまってます後ほどちゃんとそれは後ほどということで後ほど、まあ、そういう関係、はい、キャスティングの今回の映画に関しては、うん、そのどういう意図でお呼びされたんですか。あの竹川さんがやってもらってキャラクターが、はい、なんかねこうちょっと赤いシルクハットみたいな被ってるキャラなんですよ、はいはいはい、でそのキャラで誰が赤いシルクハットあいたっていう感じのシルクハットではないんですけど確かにあそれ赤い帽子だと思ってあじゃあ高木君友達だし来てもらおうっていう感じで多分友達の割合が多いですよ。あそうなんですねでもなんか本当そういう元弘さんのご縁で出来上がってるような映画でもありましたよね、うん、でも映画監督ってみんなそうじゃないですか、はい、なんかみんな仲良しな人呼ん で、ね、ちょっと無理なお願いすいませんって言ってサラちゃんもその一員としてあなるほど、はい、いやでも私もいただいそのお話を最初いただいた時に、うんあのまあ、映画サークルで映画を撮ってる役だったので、うんまあ、そのまま私だっていうのでなんかびっくりしました。すごい、そうだよね、あれ嬉しいと同時にいないんだよね他に探しても。確かにあの私もあんま見たことないですね、うん、え小川さんと本弘さんが仕事したのは今回初ですか。あ仕事したのは初です、うん、でも以前から本弘さんがやってたさぬき映画祭っていう映画祭で、うんはいはい私の監督作とか出演作をかけていただいていて、まあ、そこでお会いしていたっていう感じですね、うん、ね、はい、あ予告編があるということで私も今日初めてできたてほやほやの予告編を見たんですけど、うん、面白そうでしたね。面白い学園祭実行委員会より通達しますねえこれ私たちでやってみない？これを私たちで撮って完成させるの。カット！これを撮ろうとすると必ず変なことが起こる。はじめまして、秋元沙耶香と申します。アイドルをやられた経験は？いや、うんこにして。一体何月の何日でしょうね。夢の中みたいじゃない。ずっとずっと楽しく映画を撮っていきたいの。じゃあみんな準備できたらやるよ。私は映画を作るという夢を見ていたに過ぎないのだろうか。よーい。いい夢見ようぜ。ビューティフルドリーマー。まあねちょっとでもこう全くわからない人と、はい、ものすごい喜ぶ人と極端で。いやそうだと思います。でも分かる人は分かる人ですごくいろんなことが引っかかるけど、うん、分からない人は分からない人で多分普通に青春映画として面白そうって思ってくれるのかなって思いました、うんうん、そうあるといいなと思いながら、はい、ただやってることが何をこの人たちやってんだろうみたいなとオーディション映像とか本当に何かの YouTube チャンネルかなっていうぐらいあのラフな感じですよね。ラフなね。あのテストも何もしてないもんねあれ。あのシーンは本当に、まあ、それこそ滝川さんもその私たち映画サークルがやってる映画のオーディションシーンで出ていただいてたんですけど、はい、あのどうでしたか。その話もうします。もうしちゃってもいいかなと思って。大丈夫ですか。僕さっきのさっき楽屋で、うん、そのこの番組のまあ、こんな風に進行してきますみたいな打ち合わせの最中に、うんはい、あのまあ、台本と出来上がった本編の差とかも話しますとか言われて、はい、台本があったんですかさっき楽屋で初めて知りました。ビューティフルドリーマー台本あったんですか。あ滝川さんは見られてない。一切見てない。一切見てないです。あそのペラ1枚さえ見てないです。その状態で現場に行って。なるほど。だ本当に何も知らない状態で現場に行って
オーディションのシーンを撮るってことだけ言われて、でもうテストとかも特になく、じゃあここから入って一通りやって気が済んだら帰ってくださいみたいな感じで。じゃあ本当にもうリアルにオーディションに来た人みたいになってたってことですよね。そうですね。すごいですね。それでなんかそれを長回し、まあ、10分ぐらい回ってたんですかね、うんうんうん、それを2回やってオールアップお願いします。お願いします。お願いします。お名前は斉藤淳君。斉藤。斉藤君。斉藤淳君。改めて。よろしくお願いします。はい。お願いします。あの映画コメンテーターの赤ペン滝川としてもあのやってます。よろしくお願いします。お願いします。こっちのお兄ちゃん。あそこカメラちょっとぐるっとゆっくり回って。あ、いいね。すごくない？ 6 歳でこんなちゃんとしてるすごくないですか？ちょっと強力なライバル登場という感じがしますよ、これは。ああ、そうですね。ね、だって淳君もやりたいもんね、これね。だからもうこれ一緒に出る。どうも、大阪からやってきました斉藤淳でおま、あはー、ご機嫌よろしゅう。そうですよね、結構テイク数も少なくて、うんうん、その分その1回1回がすごく長く、うん、みんなが自由にやりたいことをやってたもんだから、うん、もう完成がどうなるかが全く想像つかなかった。全然分かんなかったですし、その台本も読んでないし、うん、ただ現場でとにかく元廣監督だけすごいニヤニヤしてて、そうなんですよ、なんかどうやら見えてるらしいってことは分かっ、そうなんですよね。あの私たちは本当にもうあの今回エチュードっていう、まあ、形であの即興芝居でほとんど、まあ、話の大筋はあるんですけど間間はエチュードで埋めていくっていう方法でやっていたので、うん、ねえもう現場ではわけわからない状態にちょっとなってましたよね。うん、なってましたね。でもそれが完成したものをこう見た時になんかあこうなるんだっていう、なんかちゃんとストーリーがあるし、まあ、もちろんストーリーあったと思うんですけど、うん、最初からやっぱやってる時実感がなかったのでびっくりしましたね。まあね、あの役者さんたちなんで一応やっぱりエチュードのトレーニングとかやっぱりしてるだろうなっていうのと、はい、まあちょっとやってみるとあこの人エチュード力あるないって分かってきて、はい、で特に今回エチュード力がある方をいっぱい入れてるんですよね。そうですね。でかき乱すんですよ。僕はその口立てって言って横からブライアン・デ・パルマって言えとか、はい、トリホのアメリカの夜って言えとか言ってましたね。それを全部こうやってみんながあ今指令が来た、アメリカの夜なんだけどみたいな VR 入れたりとか、うんうん、その戸惑いがやっぱりね最高に面白いですね。こうなるほど、ド S になった気分で。そうですよね、うん、私たちものすごいやっぱり戸惑っていて、でもそれが狙いだったんだっていうのが完成したのを見て分かりました。もう滝川君のところなんて子役さんもつけていったもんね。そうですよその子連れてて、何歳ですかあの子は。あの子は何歳僕の共演者7歳ぐらいの男の子で。あ、そうですね、いましたね。子役オーディションなのになぜか滝川さんが来てしまったっていうシチュエーションがあったんですよ。まあ、これを私説明してても今でもわからないんですけど俺もわかんなかったです。なんで俺この子7歳と対決するシーンって何なんだろうって。なぜか来ちゃった滝川さんっていうシーンがあって、まあ、そこで子供と並べられてあの同じことをやるっていう、うん、むちゃくちゃなシーンでしたね。むちゃくちゃでしたねそれを見てあの監督であるサラちゃんに指令をって指令を出して指令をってあれ指令の元だったんですね、あれじゃね。そうです ね、なんか指令をもっと切れろとかもっと切れろ、もうどんどんおかしくしていこうっていう感じがありましたね、うん、そもそもだから俺1日しか行ってないし台本も持ってないんで、はい、そもそもこの映画の外枠わかんないんですよ。あ、そうですね。ビューティフルドリーマーと、はい、とかシネマラボっていう企画じゃないですか。はい、そこからまず教えてほしいんです。そうですよね多分出演者の俺が言うのはなんだけど、やっぱりそもそもこのビューティフルドリーマーっていう映画は、あの私含む6人の映画研究会のメンバーが ある日英検で見つかったいわくつきの昔の先輩が撮ったフィルムを発掘してそれを撮ろうっていう、そのいわくつきの伝説の映画を私たちで撮ろうっていう映画なんですけど、まあ映画を撮ろうとしていろんな珍事件が起きていってなかなかうまくいかないっていう、そういう話ですよね。まさに原作あるじゃないですか、うん、その原作をチョイスしたのは元廣監督じゃないですか。原作を押井さんに書いてはもらっている、押井守さんに書いてもらってはいるんですけど、はい、やっぱりねこうなんだろう、その自由にやりたいんですよ、うん、普段ほらガチガチに
ットエンタイトルツーベースは絶対打たなきゃいけない感じなんで、はいはい、そうなるとどうやればもっと自由に取れるんだろうと思った時にレーベルを作ればいいんだと思って、うん、なんかほらあのそれでシネマラボとか、はい、昔日本映画はあの ATG というアートシアターギルドって言われるそういう、こうレーベルがあったんですね。だいたい制作1000万で、うん、その代わり監督が自由に作っていいっていうレーベルがあって、今のね日本の映画史を紐解くとだいたいその ATG 作品が傑作って言われてるんですよ。うん、ほとんどいいあれは面白かったねって言われるのはだいたい ATG 作品なんですよ。それぐらい多分作家主義が日本映画にもあったのに、ある時期からもみんなこうね、はい、やっぱりお金儲け頑張っちゃうじゃないですか、うん、そうなるとなんか同じような映画ばっかり作り始めるんですよね。これは良くないなと思って、映画なくなっちゃうなと思ってちょっと声を出して ATG 今現代の ATG を復活させませんかっていうので、うん、シネマラボプロジェクトっていうのをやってはいるんですけどね。だからこれ続いてほしいなと思って、うん、そうですね、第1弾です、第1弾ですよ。さらちゃん主演の第1弾、これがヒットするかしないかですか。そんなこと言わないでください、私の目を見て。いやでも本当になんかもうおっしゃる通りで、なんか今の映画業界のシステムではなかなかというか絶対こんなことできないだろうなっていう。そうなんですよ、自分で多分お金を出さないと自映画みたいに作れないんですけど、うん、やっぱ人のお金で作りたいじゃないですか映画って。でも人のお金をもうこう背徳感の中でもうこんな無駄なことしてんだみたいなこと、それが多分映画だと思うんですけど、うん、やっぱりそうなるにはやはりね、やっぱりのこう なんかこう一つのレーベルなんだろうってずっと考えてて、うん、まあ、うまくねこう騙し騙しだからもう本当に今回の作り方は台本もあるんだけども台本はみ出てしまって、うん、その時の面白い方向にどんどん流れていって、ちょうどなんかスケッチブックに絵描いてるような感じで、あ間違えちゃったって言ってこうどんどん紡ぎ出していくようなそういう映画作りですよね、うんうん、シネマラボを立ち上げようと思って、今回乗り出したじゃないですか、うんうん、実際現場で撮ってみてそのいわゆる商業の撮り方と今回ので大きく一番違うのって何だったんですか、うん、僕的にそうです、そうですね、上から何か言ってくるやつがいないみたいな下からも突き上げられることなく、下のプロデューサーもね新人を抜擢するんですよ、あら可愛い女の子そうすればもう飯手抜いたらしばくぞみたいなこういうことしか言わない。いや本当に私元弘さんの現場入ってびっくりしたんですけど、お弁当が毎日豪華すぎてすげえとこに金使ってるなっていう、あれすごいですよね、あの全役者に言われるそれ、いやそうですよね、食事命っていう、いつも現場ではそうなんですか、いつももっとあのケータリングのすごいものが来て、いやだってあれでもすごかったですよ、あれで若い人たちはね頑張ろうってなるんで、いや本当に現場の士気は上がるんですけど、うん、なんか大丈夫かっていうところが心配になって、食で使って大丈夫か、いやいやでもあ工夫すればいいんですよ、そこも演出なはずなのよ、はい、まあそうですよね、うん、でみんなねそこを忘れつつあるので、うん、だからみんなに演出っていうのは、うん、そういうことだけではなくてみんなのオフの部分も演出しましょうねっていう、うん、映画の作り方ですね。でもそれはなんか思いました、元弘さんの現場にいてすごくなんかそのお芝居の指導をするとかだけじゃなくて、うん、そういう場作りみたいな人と人のつなぎ方とか、うん、なんか多分そういうところから考えてる方なのかなって思って、そうですね、枠から全部ね演出が始まってるんで、うん、なんかみんながこう慌ててる時でも監督がどしっとニコニコしているってめちゃくちゃ大事なんだなっていうのは、うん、思いました。そうだね、でも若い時はこうよ、もうこんなになって見えなくてもうタクソ行っちゃってるよっていうから怒られて早く元弘さんがその学生映画作ってた時代の珍事件みたいなエピソードってあるんですか。新事件、まあでも僕はね学生時代ね監督やってないのよ、はい、あ全部プロデューサーやってて、プロデューサーなんですね、うん、でねなんかすごいなんでこんなこいつのために俺プロデュースやってんだろうみたいな、はい、俺の方が能力高いぞみたいにずっと思ってた。じゃあそのずっと思ってた気持ちがこうポンといって監督として出てったっていうところもあるんですかね。なんていうかね、なんかね僕はその今村翔平監督の映画の学校だったんで、
最初は1年生の時めちゃくちゃ人数が集まるの、うん、でみんな監督志望で入るのに、はい、3日経つと誰も監督志望がいなくなる、厳しすぎて、それぐらい大変なの監督って、でその中から1年2年生なんだけど2年になる時は半分以上いなくなっていて、はい、でその時震えにかけられているの、はい、で俺はね、監督もダメだったし、編集マンにもなりたくて、編集マンもダメ、お前向いてないって言われて、でしょうがなく演出やってたって感じ。あ、そうなんですね。もう演出っていうか監督じゃない、演出みたいな感じだった。あ、演出部として、うん、演出部としてで AD さんみたいな感じでやって、はい、なんかなと思って、こんなことをするために田舎から出てきたんじゃないのかなみたいなどっかにありつつ、はい、やっぱりこうなんかやっぱり這い上がっていかなきゃな、人とは違う演出しなきゃなとか、で先輩たちの演出をもう徹底的に見て、うん、そういう風になんかやってましたね、学生時代。だからそういう意味ではあんまり、うん、なんか珍事件みたいなのあんまなかったかな。あ、やっぱ立場がちょっと一歩引いてたというか。そうですね、弁当代をいつも僕が払わなきゃいけないっていうのが、あ、ほかほか弁当かなんか買いに行って、はいはい、全部自分が買ってきて、はい、全部俺がお金出さなきゃいけないみたいな。あ、だからバイトばっかするっていう。そうなんです、うん、でもじゃあその今のお弁当のこだわりって実はそこから来てるのかもしれないですよね。トラウマですよ、トラウマ、はい、その時代のトラウマが。やっぱりせめてだったら美味しいのを買ってやろうっていう気持ちがもしかしたらあったのかもしれない。でも自分が助監督とかやってた時に、はい、食事がしんどいと、うん、どうすりゃいいんだろうって、うん、やっぱもうなんでこれいつまでやんだろうこの撮影みたいな、うん、人の現場だからって思っててましたけど、だからやっぱりあとはやっぱりね、美味しいものを出すと、うん、若い人たちはみんな頑張ってくれるっていうのは。そうですね、うん、大事ですよね。あと年配の方たちは、あ、油が多いよとかね、すごいうるさいんですよ。実はね、あんまり出てこないんですけど、はい、スタッフはみんなそういうことを思って、はい、ここのいる現場もみんな飯今日何するってこう、はい、考えてるはずなんですよ。確かに今日の差し入れはどうしようかなみたいな、うん、いや大事です。それもともと何で誘うキャスティングする理由っていうのは、その作品の設定と近いっていうのもあったと思うんですけど、他に何、いつから目をつけてたの。そういつからだろうな、結構ね、そういつから、そういつかさらちゃんなんで抜擢なんだろうと思った時に、そうなかなか思い出せなくて、でも多分サヌキ映画祭来てもらった時があれは初めてだよね。そうですね、作品は見ていて、うん、面白い不思議な作品だなと思ってて、で監督もやってるっていうのと、あとうちの田舎の香川県でうどん食べながらなんかね、社交性を自分で伺ったんですよ。社交性、ああ、はい、社交性ちゃんと反射するかなって言葉が、そんで、あ、反射するし、で、あとね、是枝さんに聞いた。あ、小川沙羅っていますって、あ、生徒だよって言われてどうですかって言って、もうなんか可愛いよねみたいな。いや、そうではなくて薄い情報ですね。そう、見りゃ分かるよっていう、そういうなんすっごい薄っぺらっぺらな会話をこうして、沙羅ちゃん、そっかって言って、で、山田さん、山田洋次監督がやってるサロンに一回来てもらって、はいはい、うん、で、お話たっぷりして、でこういう映画を作りたいんだよっていう話をして、で全部ね正解のリアクションしたんですよ。へえ、そうだったの。これはいけると思って、やっぱほら無茶振りするから今回の演出、はい、そうですね、あれに耐えきれられない役者さんっていると思うんですよ。あ、確かに、まあ、うん、映画の現場とかはあんまり知らないと難しいかもしれない。そう、現場中ずっとお母さん大丈夫だったの、うん、耐えきれたんですか。戸惑ってはいたけど、あ、みんな戸惑ってはいたんですけど楽しんでもいました。みんな戸惑いながらどっか飲みに行っちゃうみたいなね。そうですね。まあ、そういうのができる人じゃないと、うん、そうですね、多分で女優さんってほらこう売れてくるとほら、あ、なんか私ちょっと違うからみたいなムード出すでしょ。ありますね、ありますね。ドライで気持ちの話始めちゃって全然終わんないとかっていう、まだ気持ちの話する、お前の役の気持ちまだすんのっていうことはありますからね。もう始めようよって、回そうよって、もう撮ってみようよっていう。お、それ全然なかったですか。いや、なかったですね。今回の現場は本当に AK のメンバー仲良かったですよね。そうね、みんな仲良かった、ね、小川さん自分で監督もなさるじゃないですか、はい、その現場でその口立てっていう演出の他に、はい、今回の作品で学んだこととか驚いたことってあるんですか。学んだことがいいかな、
あでも結構あのエチュードでただでさえこういろんなシーンが追加されてたんですけど、うん、現場で結構元廣さんが新たにこう思いついたことをやってたりとかしてて、なんかその現場での思いつきって、まあ、役者側はびっくりするんですけど、やっぱ完成してみた時にそれがすごい味を出してたりとかしてて、うん、なんかその現場で見つけたものを大事にするってすごいあの大事だなって思いましたね。自分で撮ってる時は割ともうかっちり決めて撮りに行くんですか？いや私もできるだけやっぱり、まあ、準備はもちろんしていくんですけど、それをもう一旦捨てるぐらいの覚悟で、まあ、目の前で起きたことを楽しもうっていう気持ちはあるので、なんか元廣さんはそれをすごく実践されてて面白いなって思いましたね。めちゃくちゃ褒められてますね。さすがです。普段の演出とは全然違うんですけど、ね、違う、あれは普段の演出とは結構違うパターン。今回はもうあの遊んでる感じ。自分がね一番覚えてるのはね、あの森田くんが、はい、そのミスをしてみんなに謝らなきゃいけない、はいはい、で謝る先は何だろうって時に祈るしかないなと思って祈れ祈れ祈れ、 あそこら辺はねずっと自分の声が入ってるぐらい、はい、あの喋ってた口立てで。あそうでしたっけ、うん、もう多分私たちなんかもうその時エチュードつないでいくのに必死すぎて、うん、多分もう覚えてないです。そうみんなね笑いを我慢するのも必死で、はい、そうですね、必死で真面目にやりながら笑いを、でも森田君は一生懸命祈るっていう。あやってましたね、うん、申し訳ございません。まあ仕方ないか。仕方ない仕方ない仕方ないよ。いや仕方なくはないでしょ。仕方なくはないか。仕方なくはない。仕方ない。仕方ない。何何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 そうだよ、はいはい、仕方ない仕方ない。ああいうのとか印象という、はい、自分ももうめちゃめちゃ笑ったもんね。あの、うん、そんなはずねえだろうっていう感じでこう、うん、でも多分その森田君もそうですけど、エチュードになって割と生き生きしちゃう人は、うん、斉藤匠さんのシーンですごい悔しい気持ちになってると思いますよ。あ慌てないんだ斉藤匠ってと思って。すごかったですね。エチュードなのにこんなにあんまり喋んないで成立するんだね、うん、と思って。ボソッという一言が面白いですよね、うん、あそこな、うん、わらちゃん笑ってたよね。さらちゃんがみんな笑ってます。笑いますよ。今日はなんでここにいらっしゃった。なんかね夢見たんだよね昨日。夢、そうここにいた時のここの部室の夢。あ私も昨日物質の夢見ました。それで今日これ見つけたんですよ。あなんかこれこれあれで OB の中で回ってた。知ってるんですか。知ってる知ってる。魅惑好きだもんこれ。魅惑好き魅惑好き。これを撮ろうとすると必ず変なことが起こる。うん、ポツって言うんだよね匠君もね、うん、あのやっぱワードセンスがやっぱり素晴らしいですよね、うん、素晴らしいですし、あのなんか醸し出す雰囲気が本当に映画サークルにちょこちょこ来る伝説の先輩っぽくて、やっぱいるんですよああいう先輩って。いるなっていう感じがまた面白くて、そうそうそう、もうナイスキャスティングというかぴったりでしたね。あのかっこよさがまた悲しいんだよねなんか、うん、なんかそんな、そうなんですよ。あでも衣装も自前で、そうですね、わざわざうちまで来てくれて、衣装を持って監督どれにしましょうって、すごい熱い人だなと思って、うん、熱い方ですよね、うん、なんか撮影1日だったのでそんなに時間があったわけじゃなかったんですけど、うん、あの撮影の合間で話してる時もすごい映画界のことをたくさん話されてて、うん、でプロデューサー視点もすごいある方じゃないですか、うん、なんかすごいなって思いました。匠くんも僕はあの地方の映画祭で出会って、うん、プロデューサーが仲良しだったっていうのもあって、あなるほど、そうね、全部そういう感じで今回キャスティングをやってったかな。なんかやっぱりさぬき映画祭でお会いした時からも見てて、うん、もう出会いの方というか本当に人の縁のつながり方がすごいなって思います。
でも映画やってるとそうだよね、縁でその人 の, その監督の気持ちで、うん、みんな出てくれたりするので、うん、確かにもうものづくりは縁ですよね。縁だよね本当に、印象に残ってる場面、一番最初の場面なんですけど、うん、みんなでそのフィルムを見つけてきて、うんうん、映写機にかけて見るじゃないですか。で私も本当に同じ体験を映画サークル時代にしたことがあって、まあ、やっぱり私のいた映画サークルも結構歴史があるんで昔の8ミリとかが残ってるんですよ、うん、でそれをある日誰かが見つけてきて、うん、ちょっと見てみようよって言ってその映写機のかけ方をググって、うん、でやってみて見るっていう体験をしたことがあって、やっぱり私たちはもう8ミリとか触れてない世代なので、うん、まあ、あのカタカタっていう音とか光の感じとかそれだけでものすごいなんか楽しくなっちゃうんですよね、うん、なんかあの時の感じがあの最初のシーンでめちゃくちゃなんか蘇りました。あ、そっか、そうだよね、みんな、はい、あのまずかけて映像が流れるっていうのがね、はい、確かにやったことなかったのですごい探り探りみんなでやったのが楽しかったですね。そっか、ね、印象に、ね、残ってるシーン、残ってるシーンね、なんだろうな、もうね、なんだろう、まあ、これ印象に残ってるシーンというか、まあ、その映画全体の感想になっちゃうと思うんですけど、はい、ある程度映画見てるとその監督の編集意図みたいなの分かるじゃないですか、はい、こういう物語だからこういうロジックで今このカット挟んだからこうなってるんだって、うん、まあ、ある程度分かって、下心なく、あ、なるほどこういう狙いね、こう見せたいよねっていうのがあるんですけど、だからそこにこうちゃんとロジカルがあるような映画をいっぱい見てるんですけど、なんか今回その出来上がった一発目見て、うん、なんかね、自分でこう理屈で解析できないような、うん、感じに見えたんです僕。だからなんか、え、ここでこのシーンこんだけ入るんだとか、え、これ今どこにつながっていくためのシーンなんだとかって、その画角もそうだしシーンもそうだし、だからなんかこれどういうふうに編集してこれが出来上がってんのかなって、その作り方からそうだったと思うんですけど、それがすごいびっくりしました。だからみんなどうやって見た、どうやって見てるんだろうと思って、いや、私たちも試写で初めて見た時は、うん、もうやっぱり思い出がまだこうすごく強かったので、うん、もう懐かしい、あんなことあった、こんなことあった、こんなとこ使われてるみたいな感じで、うん、もうそれであっという間に映画終わりましたね。あ、そうか、俺それ1日しかなかったからさ、うん、そうですよね、あり余る思い出とかなく割と冷静に見てんだけどだからなんかすごい不思議な映画だったんですよ。なんか不思議な映画ではありました。なんかこの不思議な映画って言い方するとなんかちょっと、うん、ネガティブに受け取る人がいるかもしれなくてあんまり使いたくないんですけど、うん、なんかあれ元広監督ってこういう風に仕上げるんだと思ってすごい新鮮だったっていうのが印象で、うん、そうそう、だから感想を喋りたかったですよね、うんうん、もともとね、うん、そっちの人間なんでどうだみたいな雰囲気カモカモ派雰囲気カモ雰囲気カモカモでした。だから、うん、そう、確かに確かに、うん、頭とかなんか不自然で不気味じゃないですか、うん、変な音楽不協和音みたいなの流れてきて、うんうん、でこうあれが僕の本質なんですあれポップで分かりやすいキャッチーな感じとは違う感じですもんね。もう、もうそんなもうやんないですよ事件が会議室とかやんないたまにはやりたくなるんじゃないですか。いやいやいや、もうやり続け、これやり続けたらたまにはなんかやりたくなるんじゃないですか。もうわけの分かんない、もうなんじゃこれみたいなやつをいっぱい作りたいですね、うん、それはなんかこの映画界のことを考えてなんですか、それとももうもともと自分の趣味がそこだったんでもうそれだけやりたいなっていう、もともとそっちが趣味なんですよ。だからじゃあもうそれだけやっていけたらなって感じです、うん、もうね、だからそうなんか自分の中でめちゃめちゃかっこいいモンタージュ理論を貫いたなってところが実は一個あって、うん、はい、そう、誰も褒められないんですけど、一番難しいと言われる先行のモンタージュっていう、はい、今ある出来事の先の出来事が少しずつ編集で入ってくるっていう、あの森田君がずっとラジコンの あの戦車をずっとこう動かしてて、はいはい、でもみんなはどうするどうするって、その前のシーンはどうしよう戦車どうしたらいい、でも監督は戦車本物じゃなきゃダメだとかだらこねてて、どうするどうする、その合間に
ゆっくり戦車が走っていく映像が入ってる、うんうんうん、で結局じゃあそれで行こうって言ったら森田がその戦車バキバキって踏んじゃうんですけど、うん、あのモンタージュはね自分の中でちょっとやったなって思ったんですよ。誰からも褒められないでもちょっと多分感じてたのはそういうことだと思います。そう不思議な感じはね、うん、これなんかその理論的な感じにあんま取れなくて、うんうん、なんか感情とかセンスとかでこれなんか行われてる編集があるなっていうのは多分そこだったと思います、うんうん、確かになんか感覚として覚えてます。なんかその見てて不思議な、うん、あれっていう感じ。そう感じ取ってもらえたらいいな。今の映像なんだろうみたいなパンパンと入ってきて、じゃあもう本当に元廣監督のやりたいことがもう詰まってるんですね。本当に申し訳ないんですけど、はい、もう皆さんねちょっとお付き合いいただいたって。私の撮るどんな映画を見てみたいですかという質問が来ているんですが、さらちゃん監督の、はい、おどうでもどうだろうな、なんかすごい独特の雰囲気のものを作るね。ああそうなんですかね。大沢監督ってでも今までやっぱ見ていただいてた学生時代の作品短編だったので、うん、なんかその短い中で結構いろんな挑戦をしたい時期だったと思って不思議なことをやってたのかもしれないです。でも今度自分の監督作品も撮ったんでしょう。あ、そうなんですよ、ね、ちょうどこれビューティフルドリーマーの2ヶ月後ぐらいに自分の監督作のクランクインがあってもう完成したんですけど。完成してんだ。ぜひ出来上がったら、出来上がったらというか試写とかの時に見に来てください。そっか、でもどうだろう、どうなんだろうな恋愛もの見たいかな、さらちゃん。私、恋愛もの今まで撮ろうと思ったことまだないですね。だから恥ずかしいじゃないですか。そう、だからへえ、そういう感じの撮るんだみたいな。恋愛のシーンを撮るときって恥ずかしくないですか、うん、恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。そうですよね、うん、撮る方も恥ずかしいんですか。恥ずかしい、うん、自分の思考がバレる気がしてってことですか、うん、あこういうキスすんだとか後ろからバックハグみたいな、あ、お前普段からやってんなみたいななんかやってんなあでも確かに恥ずかしいのかもしれない。なんかね、恥ずかしさを、紛らわすのにちょっとこう強く言ったりとかね、うん、いつまでやってんだよみたいな、こうだとか照れ隠しとして、そうだからサラ監督のそういうあんま見せたくないものを作品を通してこう垣間見るっていうのはね、確かに、まあ、出ちゃいますよね。出ちゃう出ちゃう、見せないようにと思っても、うん、こればっかりはね、はい、なるほど、うん、なんか私はずっと悪役がやりたい。マジで悪役悪役ってどういう悪役。もうだから本当なんだろう、もう悪いやつ漠然としてそのいじめっ子とか、うん、まあ、いじめっ子だとちょっと学生とかになっちゃうんであれかもしれないですけど、本当嫌なあの同僚とか、もうどぎついメンヘラとかやってほしいけどね。あーでもなんかそっちの方向に、なんか芯が強い人な印象があって、うん、その芯の強さがもう本当に良くない方向に使われてるような役もうしっかりとしたメンヘラっていう、ブレないメンヘラとかしっかりとしたメンヘラどっちだか分かんないですね、弱いんだか強いんだ か, なんかもうとにかく自分の美学があるんだけどもう確実に頭がおかしいとかっていうのをなんかちょっと見てみたいですけどね。なんかなるほど、やっぱり結構いい子の役が多いんですよ今まで、今のところそんな感じだよね。ちょっとだから逆もやってみたいなっていう気持ちはありますね。なるほど、元廣さんはじゃあその撮りたいジャンルとかがあるんですか、うん、あそれ俺ねもうねないんだよ。ないんですか。ほらほらそうですよね。でだったらこうなった先になるのは、はい、何でも撮れるようになろうと思う。だからこうオールラウンドプレイヤーみたいな感じ、はい、でもう恋愛ものもあのホラーもミステリーももう一番難しいのはコメディーなんです、うん、まあそうすると、うん、なっていきますよねだんだんね。どんなものが来てもそこそこいい感じに作るっていう監督になろうと思って、はい、職業職業志が高そうで低そうでみたいな感じですね。もうほらもうないんですよ目標が
もうでも絶対なんかそのいろんなジャンルを取っていく中で確実にこだわってるところがどっかしらあるんですよね、きっとね。自分で気づいてないけど、あ、もうこだわってるところありますね。絶対あるじゃないですか、うん、なんかそれと割と似てる感じだな、うん、なんかしかも映画は撮り続けたいっていうお気持ちがすごい強いじゃないですか。なんか映画をね目指して田舎が出てきたからね、うん、でもドラマもやるし、はい、本当にこういうバラエティとか、うん、トークバラエティもやってたし、うん、深夜の番組も作ってたし、うん、CM もやってたのよ。もう何でも、何でもやってんの。演劇もやられてますね。演劇も大体分かってきたんで、もう、うん、この間ミュージカルもやって、あ、はいはい、こうねって分かってきて、じゃあそのいろんなジャンルをこうやられてきた中で、うん、映画の特徴っていうか、その映画に対して特別な思いみたいなのってどう、うん、何ですか。そうですね、映画はねやっぱりね、ずっと子供の頃から見てる、憧れてるものでしょう、うん、ただ映画の演出能力だけではやっぱ限界があるなと思って、うん、それで演劇やったんですよ、はいはい、そしたらやっぱ使う言葉が全部違っていて、でそれでまた演劇にハマっていって、うん、どんどんハマっていった先が平田織田で、あ、そしたら織田さんが今度映画撮ってくれって言われて、はい、幕が上がるっていうのを作って、でももクロたちと出会って、でももクロに引きずり回されてミュージカル撮って、で時代劇撮ってみたいななんか流れるように、でも何でも来いよって、いいキャッチャーになったるでみたいな。すごい。だからなんか流されていこうかな。ああ、でも渡っていく中でなんかそれぞれ影響を与えながらみたいな感じなんですかね。だから10作目がね、うどんって映画で、あ、はい、自分のふるさとを盛り上げる映画を作ろうっていうので、はい、うん、まずプロデューサーをだまくらかすとこからこう始まるんですよ、うん、芝居をしなきゃいけない、うん、誰がうどんって映画に何億ってお金出すっていう、うん、そういう後から考えたらすごいことやってたなと、うん、でやっぱり実際映画を公開した時に地元香川県ではジブリの映画よりもお客さんが入ったっていう、で当時は情報量が多すぎて、うん、なんかガチャガチャした映画だなって言われたんだけど、うんうん、今アマゾンプライムとかでああいうので見れるんですけど、ほどいいんですよ、やっぱちょっとさっき言ってたなと思って、あ、だからなんかそう何年経っても映画は見れる、うん、面白かった、あれもう一回見てみようと思ったら、そうですね、リズムをあれ今のリズムでも見れるし、うん、やっぱりそういう長く愛される映画というか、うん、で何でも撮れるものにしようというか、うん、まあでもあの子供たちに悪影響を及ぼすような映画はやっぱりやめとこうかなっていう、うん、なるべく R 指定にならないように作ろうとか、うん、普通の映画監督と逆ですよね、みんなこうえぐいシーン撮って、うん、そうですね、みんなニヤニヤしながら頑張ってるんですけど、うん、僕はもうちょっとそこはもういいかなっていう、うん、確かに何かうどんの映画でお金を出してもらう力ってすごいですね。すごいでしょ。いや私もまあ学生の時お金をこう協賛集めながら映画作ったりとかしてたんで、何、うん、かそのプレゼン能力というかプロデュース力もやっぱりあるんだなって思います。監督ってやっぱりね、はい、こういかにいい感じで喋るかというか、うん、あんまり饒舌だと疑われるんですよ。なるほど、うん、一生懸命熱でこう、いやこれ作ればみたいな、こういうことがありますよとか、あ、ちょっとその力一番教えてほしい。そうだね、はい、この能力あるとかなりスムーズに物事進みそう。いやすごい。さらちゃんが小川沙羅監督がこの映画撮りたいんですって誰かに言えばみんなお金はいはいはいって出してくる。いや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 、まあ、映画業界お金本当ないですからね。もう今ないと思ってるでしょ、はい、あるんだよ。あるんですか、うん、めちゃくちゃあるんだよ映画の人たちって、はい、そこに行くなんだろうなプライドを捨てられないというかね、あ、プライド高いすごいの、うん、だからそこはバカのふりをして、うん、こうプライドのもの何もないんですよってバカのふりするとチャリンチャリンってこう、なるほど、出てきますよ。今日覚えました、バカなふりをする。ある程度程よくバカなふりをする、はい、程よくバカ、そうそうそう、うん、これ大事なんです。確かに、あの完璧な人よりはちょっと抜けてる人の方が魅力的に見えるじゃないですか、うん、そうですね、監督もそうなんだ、うん、黒澤明っていう監督のビジュアルじゃないですか、はい、目がサングラスして、うん、やべえ怒ってる、いつも怒ってるみたいな、うん、でも黒沢さんの抜けてるところの写真とかあるんですけど、うん、やっぱ可愛いんですよね。あ、だからやっぱ黒沢、世界の黒沢、うん、
あのかっこいい黒、たけしさんもそうだけど、うん、やっぱりその抜けてる部分がとても大事なんではないかなーなんて。いや、いいこと言っちゃいました。いや、いいこと言いました。いや、なんか結構ちゃんといいこと言ってましたね。そうですね。じゃあちょっといいことを聞けたところでお時間が来ましたので、改めて映画のお知らせを元弘監督の方からよろしくお願いします。はい、そうですね。映画ビューティフルドリーマーは、もうなんだろうな、久しぶりに自分が作りたい、自分が興味のある人たちを呼んで、スタッフを呼んで、出演者みんなを呼んでっていう、こうなんだろう、堅苦しくない、まああんまりこうこうでなくてはいけないっていうふうに作ってない映画ですね。だからもし、あとでも映画館で見てもらいたいなって、こう画角がね変わるんですよ、こうバッバッって本編に劇中劇になると、あれもね映画館で見てもらうと、おってこうなるんですよね。なのでぜひ劇場にお越しいただいて、僕らも一生懸命ね、劇場に足を、宣伝のために足を向けようかななんて、こういろいろ思ったりしますんで、ぜひ映画館で楽しんでいただければと思います。はい、では滝川さんの方からもお知らせをお願いします。まあ、そうですね、先ほど元弘監督がおっしゃったように、ぜひ劇場で、見ていただきたいと思います。で、僕はすごく面白いと思ってるんですけど、果たして見た人100人が面白いと言うかというと、わからないです。なので、あの見に行っていただいて、ちょっと感想、いろんな人の感想を聞きたいと思っているので、ぜひ劇場に足を運んでください。お願いします。で、あのこれビューティフルドリーマーと全然関係ない、もう一つお伝えしたいことがあるんですけど、過去に、配信していた番組がありまして、で過去にというかもう7年ぐらい前の、赤ペン滝川先生の配信大学というコンテンツと、赤ペン滝川先生の何でも来いや、まあ、なぜこのタイミングでまた再配信されるのかよくわかんないんですけど、そう、まあ、この2つの番組もまた新たに配信されます。で、6回目じゃないですか今回、はい、これね50本あります。すごい、2つ合わせて、でなんか小出しに小出しに出していく感じなんで、だんだん更新されていくんで、もし気になる方がいたらぜひチェックしていただいて、見ていただけたらなと思います。内容はエロメールみたいなやつ。エロメールではないんですけどまあスライドを使って1本30分、20分、30分ぐらいですかね、ずっと〇〇学っていうタイトルにして、ずっとなんかいろんな授業をしている。カニカマ学とか、カニカマがいかにこう素晴らしいおかずなのかっていうのを30分スライドを使って永遠喋るとか、はい、脇汗学とか、その脇汗っていうものがどういう効果をもたらすかとかっていうのを永遠スライドを使って喋ってるのが50コンテンツぐらい。すごいですね。なんでもし気になる方がいたらぜひチェックしてください。はい、この番組もちょっとそれぐらい目指せるように、そうですね、回していただいて続けていけたらと思います。うん、はい、ということで映画ビューティフルドリーマー、ぜひ劇場で、本当に人と人の距離が近い、今見るとなんかそれが癒されるような映画でもあるので、ぜひ劇場で見ていただければと思います。ということで本日のゲストは元弘監督と赤ペン滝川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。